モハメット・ラヒアニは、モロッコ出生で、スウェーデン出身のテニス競技国際審判員である。1966年6月27日に、モロッコで出生し、生後1年で両親が、スウェーデンのウプサラに移住したため、そこで育つ。少年時代からテニスに親しみ、スウェーデンからビョルンボルグ、ステファン・エドベリが、世界の競合として登場したこともあって、周囲では、 テニスブームであったが、ラヒアニ自身は選手になることはなかった。ラヒアニは、実家がレストランを経営していたために料理人か、体育教師が死亡であったという。しかしラヒアニは、審判員になることに魅力を覚え、その道を目指すようになる。ワルシャワの国際テニス連盟審判学校に入学して、テニス審判に必要な教育を受けると、1991年に、ラヒアニは、 国際テニス連盟公認のホワイトバッジを取得し、公認審判人の地位を得た。ラヒアニは1992年のバルセロナオリンピックテニス競技でラインズマンを務めたのが最初の国際試合における業務であった。翌年の1993年に ITF 公認ブロンズバッジ、1995年にシルバーバッジ、1997年にゴールドバッジと取得し、 男子プロテニス協会ツアー先従審判員となった。ラヒアニが主審として裁いた試合の中には、ジョン・イスナー VS ニコラ・マユが3日がか,かり合計11時間5分の死闘を戦った2010年ウィンブルドン選手権、男子シングルス1回戦やアンディ・マリーがノバク・ジョコビッチに勝利し、1936年のフレッド・ペリー以来77年ぶりとなる、 開催国選手優勝となった2013年ウィンブルドン選手権、男子シングルス決勝戦などがある。ラヒアには審判になってから、年に30週は世界各国を飛び回り、500試合を裁くと語り、自身は2010年ウィンブルドン選手権のイスナー、VS、マユ戦の後に、エコノミークラスで移動しているから、7時間コートに座る、ことなど、何ともないと記者団に心中をとろしている。 なお、自身は、マラガ在住である。ラヒアニは2011年の全米オープンの際には、ATP に対して、先住審判員の待遇改善を求めて、フランス人審判のセイドリック・ムーリーらと共に、大会審判員の業務をボイコットしたこともあるなど、高骨感の一面も持っている。ありがとうございます。